ク、ルーク、返事をしてくれ。ああ君、ルークを見なかったか。いないんだ、どこにも。く、苦しい、熱い。ルーク、ヒーローごっこはうんざりだ。ここは病院。あなた、さっきひき逃げされたんだって覚えてる？ひき逃げ？違う、体に残る鍵爪の傷。僕は逃げか。多分なでしこさんがいろいろ手を回してくれたんだ。なでしこさんからメールが届いている。よかった。あ、すみません、返事もせず。いいよ、事故に遭うなんてショックだと思うし。あの、どうしてスイさんがここに？父さんに会いに来てた。そしたらあなたも運び込まれたって言うから。ああ、アッカルドさんもここに入院してるのか。お父さん大丈夫ですか？うん、やっぱり私とは話すことないって感じだったけど、っていうか自分の心配しないわ。骨は大丈夫って話だったけど、すごいうなされてた。痛むの？大丈夫、夢を見ていただけです。ひき逃げの時の夢？いや、別れの夢かな。うん、その別れた人って死んじゃったの？え？いえ。じゃあきっとまた会えるでしょ。手だってつなげる。この間あなたそう言ったよ。ああな、何？いや、我ながらいいこと言うなと思って。何それ、自意識過剰。ありがとう、スイさん。何が？変な人。じゃあもう行くから、お大事に。きっとまた会える。手だってつなげるか。ようこそ闇カジノへ。地上の係員より詳細は聞いております。鍵を得ずにこの扉をくぐった方はあなたが初めて。カジノ王が中でお待ちです。どうぞ。俺はカジノになんざこれっぽっちも興味ねえ。
いえ、ですからカジノ王がこの中に。ならとっとと言って伝えてこい。取引する気があるならてめえが出てこいとな。イアン様に対しなんと無礼な。敵中で単価を切るとは胆力のあるやつだ。貴様がレッドダイヤをすり替えたか、小僧。だったらなんだ、ここでやり合うか。構わんぞ、命を落としに来たならな。ちまずはそっちのブツを出せ。ああ、強化の解毒剤だったな。持っていけ。ずいぶん簡単に渡すじゃねえか。俺がこのままずらかったらどうする。愚にもつかん。そんな問いをよこす時点で悟っているはずだ。このまま背を向ければ首が飛ぶと。くそが、確かに辛い針じゃねえな、てめえは。受け取れ。よかろう、取引成立だ。少しばかり惜しいがな、貴様が闇カジノに入ればさぞ活躍しただろう。何度も言わせるな、俺はカジノになぞ興味ねえ。恐れながらイアン様の闇カジノは一味違います。4つの試練は全てカジノゲームと武闘のセット。まずディーラーか挑戦者、カジノゲームに勝った方が莫大なアドバンテージを得ます。そしてその有利を生かし激しい武闘に挑む。そんな唯一無二のゲームなのです。あなたのような肉体派の方にも十分お楽しみいただけるかと。やめろ、この小僧は聞く耳を持っていない。最初からそう言ってんだろうが。引き止めたな。取引が終われば互いに干渉しない、それが筋というものだ。サルウェイ。言われずとも。ここが闇カジノ。お前は。そこにいるのはイアンか。イアン、イアンだな。死んでもらうぞ。正式なエントリーをお済ませください。カジノ王との勝負は4番目の試練を突破した者にのみ任意ボーナスとして用意されております。勝者には何でも一つ望むものが与えられますが、これまでの勝率は 0%。 黙れ！イアンは僕たちの父を殺した、母を殺した。ただ一人の弟はどうしても復讐を諦めない。このままじゃあいつまでイアンに殺される。その前に僕がこの手で。エントリー前の違反は一番の厳罰となります。死後は水中で見せしめに。黙れと言ってるだろう。道を開けろ。
いや、覚悟！うしたくばルールにのっとるべきだったな。ごめん、親父。ごめん、おふくろ。ごめんな、くれ。どうか、まっとうに。違反者には死あるのみ。じゃあ、オフィスには今チェズレー一人なのか。ねえ、木馬さんとなでしこ嬢は後処理のためまだ公安本部に。わかった、もうすぐそっちに戻るから、いろいろ相談させてくれ。お待ちしています。お気をつけて。おう、の件は君に任せ。話し声、そこの部屋からだ。こちらはカジノ街関連の報告書です。あの会社とイアンのつながりですが。あ、イアン。ん？そこに誰かいるのかね。すみません、立ち聞きのような真似を。アカルドさん。君は何かと縁があるな。社長、申し訳ありません。本社から連絡が。少し外してよろしいですか。ああ、迷惑をかけてすまないと伝えてくれ。誰かの見舞いかね。いや、君自身顔色が良くないな。昨晩ちょっと怪我を。ご心配ありがとうございます。アッカルドさんこそお加減はいかがですか。確か。過労だそうですね。劇場の件でマスコミが大勢駆けつけてね。対応疲れというやつか。まあ大したことはない。数日で復帰できそうだ。失礼ですが、本当にお疲れのように見えます。しっかり休養された方が。ありがとう。疲れというより少し気にかかることがあってね。アッカルドさんの悩みは手元の書類と関係があるのか。確か。こちらはカジノ街関連の報告書です。あの会社とイアンのつながりですが。イアンは目下僕たちの前に立ち塞がる敵だ。何か僕にできることがあるだろうか。アッカルドさんの悩みは一体。集中しよう。あのモニターに映ってるメール気になるな。陳情書、アッカルドエンタープライズ人事部ご担当者様。私は御社と契約中の人形師でございます。現在
カジノ街中央広場のマリオネットセブンで芸を披露しておりますが、スロットカジノセブンのオーナーが付きまとって離れてくれず大変難儀しております。私の心はスロット台ラブラブラブの大フィーバーなどとおっしゃってしんどい。来月から私の勤務地を変えていただきたく何とぞ。大変そうだ。モニターに映っているのはエースアッカルドエンタープライズの業績グラフだ。僕が見てしまっていいのかわからないけど、業績はすこぶる順調みたいだ。美味しそうなお見舞いの品がたくさんあるな。これはカジノ街名物激甘王子イーアン。確かに甘いルックスの王子様のイラストが描かれてるけど、なぜこれをお見舞いに。アッカルドさんの手元にあるファイル、イアンの写真も添えられている。アッカルドさんはイアンや裏社会について調べていたようだ。アッカルドさんは入院中もテレビでショーの情報を集めてるんだな。ははは？アッカルドさんが悩んでいること、今なら推測できそうだ。これは劇場版忍者ジャンの非売品マグカップじゃないか。え？ヨーサン・ウーカス監督による次回作のイラストまで描かれている。これはレアものだぞ。もらっちゃダメだよな。マグカップの下にメモ用紙が挟まってるぞ。お父さんへ。お父さんってことはスイさんからのプレゼントなのかな。だとしたらもしやスイさんも忍者ジャンファン。アッカルドさん、あなたが気にかけていることはもしかして。お嬢さんのスイさんの身の安全ではありませんか。あ、スイさんが出演するショーに裏社会が絡んでいないか調査なさっているんですね。ああ、調査報告によるとシロだったようだがね。しかし、君、立ち聞きの次は盗み見よ。すみません、そんなつもりはありました。正直な若者だ。君が私を案じてくれたのは分かっているさ。ショー当日は僕らも気をつけます。万一何かあってもスイさんを守れるように。何？そのショー僕たちも出演するんです。この間スイさんに会った時依頼を受けまして。そうか、そうだったのか。君はスイとも交流があるんだな。ありがとう、よろしく頼む。はい。アッカルドさん、差し出がましいようですが、スイさんはお父さんともっといろいろ話したがっているように見えます。そうやって心配なさっていることもちゃんと伝えた方が。それは難しい。長く接していたらあの子に分かってしまうんだ。何がですか。私が歌をショーを愛せなくなってしまったことが。あ、今の話は忘れてくれ。すまない、少し疲れた。休もうとするかな。
はい、突然お邪魔してすみませんでした。いや、心遣いをありがとう。どうかお大事に。イアンのこと、チップのこと、そしてアーロンのこと、手遅れじゃないと思いたい。早くすべきことを整理しないと。あ、見つけた。あれ、あなたは確かヤサオさんでしたよね。大丈夫ですか？ひどく具合が悪そうですが。ごめんなさい、許してください。どうしました？落ち着いて。あなたのお友達が僕の代わりに、あの人殺されてしまう。あ、あの時イアンの腕に貫かれて僕はきっと死ぬはずでした。でもごめんな、クレイ。どうか、まっとうに。違反者には死あるのみ。何の真似だ。手を出すな。お前との取引は終わったはず。ルールを犯すというなら容赦はせんぞ。そうかよ。ついてるな、筋肉野郎。後ろのひょろいの相手にするよりよっぽどやりごたえあるだろうが。身代わりになるというのか、下船。お前に何の利がある。てよ。何？俺が聞きてえよ。こんなやつ俺とは何の関係もねえ。どうなろうが知ったこっちゃねえのに。クソが。なるほど、お前と俺は同種だと思ったが、どうやら違ったようだ。おい、後ろの、とっとと行け。行けってんだよ、殺すな。お前が代わりに死ぬのだろう、愚かなヒーローよ。ボス、どちら？決まってる、アーロンを助けに行く。理解しかねます。昨日の今日でお忘れですか？あの男は裏切り者です。おかげで世界を危険にさらしうるチップが敵の手に渡った。ボスのお父様の忠告も虚しくない。それは何よ。彼はボスの心と信頼とを踏みにじったのですよ。あなたには復讐の権利すらある。だとしても、まずは助け出さないと。
讐だってできないだろ。するかどうかは別として、そもそもアーロンは身近な人の命を守ろうとしただけだ。アラナさんを、そしてヤサオさんを。僕も同じだ。アーロンの身が危険だと分かっていて放っておけない。止めないでくれ。僕はアーロンを助けてくる。そうですか。どのように。それはもちろん闇カジノに行って。待てよ、闇カジノに入るには鍵が必要だった。そうだ、ヤサオさん、あなたは闇カジノに入ったんですよね。ということは鍵を手に入れた。ええ、けれど鍵の言葉は挑戦者ごとに違います。そして一度しか使えません。言葉。鍵というのは言葉なんですね。はい、闇カジノの場所を突き止めた者にはメールが送られてくるんです。どうやってこちらのアドレスを調べたのかは分かりませんが、メールにはクロスワードパズルが添付されています。その答えとなる言葉が鍵です。メールの差出人は確か AAA だったかと。な、ここで AAA。 僕に送られてきたのはクロスワードパズルなんかじゃない、父さんの動画だった。今はあれこれ考えてる場合じゃない。一か八かだ、このメールに返信を。今すぐクロスワードパズルを送ってくれ。僕にはその権利があるはずだ。送信エラー、クソ。あ、それがあなたの望みなら僕に止める資格はない。連絡するのはこれが最後です。これはクロスワードパズル。各カジノのオーナーからヒントを得よう。そう、それです。その図を見せに行けばいいんです。スロット、ルーレット、カード、3つのカジノのオーナーに。僕も微力ながらお手伝いを。ヤサオさん、ありがとう。でもあなたは見るからに憔悴しています。家に戻って休んでください。弟さんのためにも。しかしカジノのオーナーはクセ者揃いです。カードカジノにいるオーナーなどはシャッフルの技術を見せないと目すら合わせてくれなくて、僕は何度やっても認めてもらえなかった。代わりに5時間土下座を。え、僕もシャッフルなんかできないぞ。かといって持久戦なんかしてたらアーロンの身が。チェズレ。はい、何でしょうボス。その君も試しに身近な人を助けてみる気はないか。手始めに僕あたりを。つまりだな、一緒にカジノオーナーのとこ行ってくれませんか。いつか必ずご友人に恩を返したいと思います。どうかご無事でありますように。チェズレ。